なんか最近この辺カサついてんだよね。そう？ねえ。どれ？いや、わかんない。気になるなら四角リムの買えば。え？ん？シカ？なんか知ってた？ああ。ん？え、詳しかった？ああ。うん。なんか前テレビでやってて肌特集みたいな、それでともこにもいいんじゃないかなと思っただけ。ああそう、うん、で行ってくるね。うん、くちゃパサンパサンパサン。あ、今日カレー買ってこようか。あー、うん、お願い。うん、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。はい、バイ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 ハプシャーン、ハプシャーン、ハプシャーン。パク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 。パクパクパク。フレグランス、ベルガモット、シャンパン。甘いなぁ。黒かなぁ。なんか不動産の営業マンが四角リーム知ってて、ベルガモットとシャンパンのフレグランスボディシャンプーを携帯用のポーチに入れて、なおかつ服に使う香水って必要だと思う？これって頭から全身使えるやつだよね。うん。あんたの前で使ったことある？ない、初めて。ベルガモット、シャンパン、もう女に嗅がせたい匂いナンバーワンだよね。黒かな。限りなく黒に近い。黒。ミカ、どうしたらいいと思う？トモはどっちだと思うの？こんなの気にしたことなかったからね、あの人。こういうの頓着なかったもん。いろいろやってる方向で考えた方がいいかもね。やっぱきついわ。
なんかさ、優しくマッサージするように塗るといいらしいよ。それ安かったから買っちゃった。飲むと快眠なんだって。いや、寝れないよ。ん？なんかさ、昔こうやって飲むの好きだったんだよね。こうやって飲んでゆっくり飲めんじゃん。今も好き？うん。バカみたいだね。誰がバカだよ。まあでも多少バカになれる大人もいいよね。バカなまま大人になんないでよ。どうした？いや、なんか今日疲れたんだ。そっか。いつもありがとうね。よし、お疲れさん。どう？もうちょっと右がいい。エリの様子どう？あ、寝てる？
よかった。ごめんね、リカにまで迷惑かけちゃって。うん、まだ現れない。うん、ありがとう。カシマさん、奥さんですよね。え、藤原たちの彼氏。え、誰？奥さんの、旦那さんの振り相手の彼氏。は？え？杉本って言います。杉本さん。はい。あ、すみません。